クレムジンで、プーチン大統領と乾杯するクリコフ。中央は、カワルダ・バルカル共和国大統領、バレリー・ココフ。2001年11月21日、ビクトル・クリコフは、ソ連の軍人。ソ連邦元帥、ソ連邦英雄。オルロフ・シナ・ベールフニャヤ・リボフシャ村出身。1929年、家族と共に、 スタブロポリ地方ネビンノムイスカヤに転居。1939年、グロズヌイの公平学校に入校。1941年6月10日に卒業し、中尉に任官。卒業後、キエフ特別軍管区に赴任し、国境に近いウラジーミル・ボルイン氏に駐屯する、編成されたばかりの第41戦車師団に配属された。 1941年6月22日031号、ドイツ軍の砲爆撃が開始され、独ソ戦が始まった。1時間後、クリコフは観測のため前線の第87狙撃士団の指揮所に派遣されたが、3日目にはドイツ軍が防衛線を突破し、後方に進出したため現体に復帰した。7月1日、第41戦車士団は逆襲に転じた。 敵情を確認するために、クリコフ中尉には、捕虜の獲得が命令された。クリコフが指揮するグループは、敵戦線に浸透し、捕虜を捕らえることに成功した。この価値ある情報のおかげで、師団は敵の側面打撃を逃れ、無事に撤退することができた。しかしながら、師団は戦車を失い、以後不評として戦うことになった。8月から9月、 ドニエップルの戦いに参加した後、ポルタワ及びハリコフ方面を転戦。1941年秋、編成中の第143独立戦車旅団に配属され、偵察中隊副中隊長となる。同旅団はスタッフか予備とされ、クリコフは連絡将校となった。同旅団はモスクワの戦いでの逆襲に参加。1942年3月、 ハリーニー州、スターリツァ地区で、ドイツ軍と交戦。1942年夏、クリコフ隊は、作戦業務担当旅団参謀次長となった。1943年8月、旅団参謀長。1944年夏、同旅団は白ロシア作戦に参加。1944年7月22日、ビテブスク地区で、ドイツ軍を奇襲し、 数百キロメートルを走破して、バルト海に進出した。1945年春、第143旅団は、第66独立新鋭十字総砲旅団に、改編され、クリコフ新鋭少佐が引き続き旅団参謀長となった。同旅団は、ダンツヒ、オーデル、ビスマールの戦いに参加した。戦後の1951年2月に大佐に昇進後、 1953年に MV フルンゼ名称軍事アカデミー。1958年に参謀本部軍事アカデミーを卒業し、軍副司令官に任命。同年には少々に昇進したが、その後、軍司令官、キエフ軍管区司令官、中毒ソビエト軍集団総司令官を歴任。1965年6月に中将。1967年5月に大将。 1970年4月に上級大将と順調に昇進を重ねた後、1971年ソ連軍参謀総長国防第一次官に任命。元帥でない将校が参謀総長となったのは1952年のセルゲイ・シュテメンコ以来19年ぶりの抜擢であった。1977年ソ連邦元帥の称号を授与され、 ワルシャワ条約機構統合軍総司令官に任命。第7期第10期ソ連最高会議大議員。1995年5月9日、赤の広場で開催された戦勝50周年記念パレードでは、ソ連邦元帥として舞台の巡閲を行った。1999年、祖国全ロシア運動の執行委員となり、ロシア連邦国家会議大議員に選出。 ロシア国防省に勤務。1999年12月21日、軍務60周年を記念した。最大に条有する。ヨカはサイクリング、狩猟、釣りで過ごす。ソ連邦英雄。霊人賞受賞者。霊人勲章4個、赤旗勲章3個、一等祖国勲章3個、一等及び二等、祖国への貢献に対する勲章。 武君に対する勲章、赤星勲章2項受章、ありがとうございます。